閑静な住宅街が物々しい空気に包まれています。事件が起きたのは去年2月3日。一人で暮らす小松ヤス子さんが自宅の玄関から 4.5 メートル入った廊下で殺害されました。安全安心を取り戻すべく犯人の検挙、事件の全容解明に全力を挙げてまいりたい。小松さんが死亡していた住宅は住宅密集地にあり、周りには学校や病院、スーパーやコンビニエンスストアもあります。そして西には常磐自動車道のいわき勿来インターチェンジ、東には JR 常磐線の勿来駅があり、交通網が豊富な場所です。優しい人だよ。誰にもそんな恨まれるようなことしてる人じゃないよ。昨日はだから散歩に行ったんだ、千葉10時ごろ、昼間。足は丈夫だからね、だから散歩に行くんだわ今からと思って、そして見てたんだ。散歩を日課としていた小松さん。捜査本部によりますと、事件当日の正午ごろ、小松さんが自宅に向かい一人で歩いている様子が付近の防犯カメラで確認されたということです。なぜ小松さんは殺害されたのか。山を持ってたんですよね。その山が今度あそこにゴルフ場ができるってあれで、その山一角が売りなんですよね。それでお金がいっぱい入ったんです。お金はけど、うじさばは物はもう全然置かなかったです。お金もおそらくないと思います。で、飾り物も何も全然何もありません。捜査線上に上がったのが当時茨城に住んでいた木村容疑者でした。